さっきから僕の後をついてくるのは誰なんだい？人に尋ねる前に自己紹介をしなくてはならなかったようだね。僕は星崎レイジ。親しみを込めてレイジーって呼んでくれたまえ。ユウの要望に応えて自己紹介をしたんだ。今度はユウの番だ。なるほど、サガーラか。で、僕に何か用かな？
ん？確かにこの女性たちには会ったことがあるような。ああ、うん、思い出した。勧誘にちょっと声をかけたはずだ。もちろん悪の秘密結社にさ。最近は若い人材の登用にも力を入れていてね。黒いコートの男たち、下っ端のことか。彼らはミーの部下だが、何か問題でも起こしたのかい？彼らが部下と来たら、超美形で頭脳明晰なミーは彼らの上司で悪の秘密組織の大幹部と決まってるじゃないか。誘拐事件？ことか。ミーの部下たちが誘拐事件を起こしていると？これでもうちの組織は風紀を厳しく取り締まっているし、一般民間人には迷惑をかけないようにしているんだ。もしそれが本当なら協力させてくれ、サガーラ。身内にそんな不届き者がいるなんて、ミーの美学には耐えられないよ。サガーラ、よく打ち明けてくれたよ。もしよければこれからも何かと指導してくれない？誘拐とはまた無数。誘拐ではないと言っているだろう。ミーは組織のために進んで身柄を提供してもらったと聞いたぞ。ああ、進んで身を投げ出す勇気、その心の清らかさにミーも心を強く打たれた。もちろんさ、僕が責任を持って大事に扱っている。そんなバカな、悪の秘密組織がそんな無粋な手段を取るわけがないだろう。犯罪はエレガント、スマートみたい。どうやらミーとサガーラは相入れない関係のようだ。せっかく友達になれるかと思ったのに、残念。実に残念だよ。次に会う時を楽しみにしているよ。さらばだ。Yeah.
ー